皆さん、こんにちは。こんにちは。武雄商業高校吹奏楽部です。本日は私たちの演奏会にお越しいただきありがとうございます。最後まで楽しんでいてくださいね。本日一部の司会を務めますのは大吠え3年伊藤愛理です。よろしくお願いします。まず最初に、先月行われた福井国体で私たちが式典音楽隊として演奏した開会宣言のファンファーレと行進曲高く大空へをお聴きいただきました。先月行われた全日本吹奏楽コンクールで私たちは全日本吹奏楽コンクールに私たちは6回連続で出場し銅賞をいただきました。これも日頃から応援してくださる皆様のおかげです。本当にありがとうございました。さて、次は楽器紹介です。上田先生、進行をお願いします。はい、改めましてこんにちは。去年に引き続きましてまた呼んでいただきまして本当に嬉しく思っています。ちなみに去年もいらっしゃった方はちょっと手を挙げていただきます。あ、よろしいですね。ありがとうございます。毎度ありがとうございます。来年もよろしくお願いします。来年気持ちよろしくありがとうございます。もうおかげさまで、吹奏楽、世の中にね結構知られるようになってきまして、先週も、関ジャニの番組ですかに東京の高輪台高校が出てまして、それからちょっと前には、大阪桐蔭高校がね、吹奏楽でも有名なんで、そこに嵐の桜井君が、行って、非常に脚光を浴びてますが、あそこは両方とも大阪桐蔭も、東海大学高輪台、高校も私立で、部員が百何十人もいます。200人近くいます。うちは学校が400人程度、全校生徒が400人程度ですので、部員もこれだけです。それでも多い方なんですけど、私立はみんなお金が余っていて、うちは貧乏で細々とやっています。でも全国大会とかどっちの学校ともよく一緒の大会で、顔合わせて、先生方とも仲良くやっています。貧乏ですけどもできるだけのことはやっています。その中で楽器をね今から紹介したいと思います。吹奏楽は主に、木管楽器、金管楽器、打楽器、そして、弦楽器がちょっとだけ入ってますけど、普通はだいたいこの前の方から紹介するんですけども、今日は訳がありまして後ろの打楽器の方から、紹介していきたいと思います。打楽器、いろんな打楽器があります。ティンパニーとか太鼓とか、で今日は主に鍵盤楽器ですね。ビブラフォンとか、木琴とか鉄琴とかの音色を聴いていただきます。打楽器パートを紹介します。打楽器どうぞ。4月に楽器を始めて、半年ぐらいという生徒も入っています。それでは、弦楽器ですね。
いきなり低音が出てきましたけども、弦楽器、吹奏楽にはこのコントラバスだけが入っています。ではコントラバスの音色を聞きください。それでは金管楽器の低い方から紹介していきたいと思います。金管楽器で一番大きくて低音を受け持ちますテューバです。縁の下の力持ちテューバの音色を聞きください。吹奏楽だけにあってオーケストラにはない楽器なんです。もうユーフォニアムと言います。最近響けユーフォニアムっていうアニメが一部で流行ってるので、ご存知の方もあるかもしれません。とても綺麗な音色でメロディーをよく奏でる適した楽器です。ユーフォニアムです。真ん中の方で吹いていた彼女は、初心者で始めました。まだ6、7ヶ月ぐらいしかやっていません。それほど、簡単な楽器ということですではないですね。ちょっと怒ってますね。はい、続いてはオーケストラでも活躍しています、フレンチホルンです。さっきのマーチなんかでは主に伴奏で裏打ちをバンバンバンっていうのを担当しますけども、オーケストラなんかでは、素晴らしいメロディーなんかも出てきます。さてホルンの音色を聴きください。
はい、さすがにね、今の曲は皆さんご存知だったと思います。今晩ですね。はい、続いては、金管楽器のね、花形とも言えます、皆さんご存知のトランペットです。非常に輝かしい、音色がします、今日はトランペットの最もトランペットらしい曲を吹いてくれるそうです。どうぞ。今日は金色のアルトサックス、銀色のアルトサックス、そしてテナーサックス、バリトンサックスの音色を聴きください。どうぞ。一番ちっちゃいエスクラリネット、ちっちゃいくせに値段は高いそれから普通の B フラットクラリネットですね。それから大きいのが、倍の長さがあるのがバスクラリネットです。クラリネットのアンサンブルを聴きください。
大声です。はい、ありがとうございました。では最後になります、フルートです。はい、普通はね、この一番前にいるフルートから、楽器紹介するのが普通なんですけども、今日は一番最後になります。というのは、実はここからですね、次のプログラムの、映画ですね、稚拙物語、私ふるさとに帰ってきましたの、楽曲の紹介ということになります。皆さんの、プログラムにも挟ませていただきましたけれども、芸人の横澤夏子さんが主演をされている、映画、福井県で作りました。音楽も、福井県のミュージシャンと、それから私たち竹伏商業が、担当しています。特に映画のラストシーンで、稚拙というね、稚拙の電車が田園風景のところを走るところを、このフルート四重奏が演奏しています。でその後、英語が終わりまして、エンドロールが流れるときに、全員で演奏する曲が流れています。不詳、私が作曲をしました。あと何曲か映画の中でも、各パートが演奏した曲が流れていますので、ぜひご覧になってください。映画館の紹介は後でありますね。はい、それでは稚拙物語のメインテーマ、私ふるさとに帰ってきました、フルート四重奏でお聴きください。フルート四重奏、稚拙物語のメインテーマでした。ありがとうございました。ということで、一通りの楽器を紹介したことになりました。そして、先ほど申し上げました、エンドロールで、流れている、この全員で演奏した、テーマソング2ですね。それを、お聴きいただきたいと思います。
とうございました。地鉄物語は福井県内すべての劇場で上映中、滋賀県では1月4日から大津アレックスシネマにて上映されます。ぜひ皆さん見に行ってくださいね。次の曲は私たちが今年のコンクールで自由曲として演奏したウェストサイドストーリーよりシンフォニックダンスです。この曲には皆さんに参加していただきたい部分があります。では一度私たちでやってみたいと思います。曲中でこのフレーズが聞こえたら、私たちと一緒にマンボと叫んでください。では練習してみましょう。
ただいまより15分間の休憩を頂戴いたします。Thank you.
ありがとうございました。1曲目に演奏しましたのは I can turn you loose でした。2部の司会を務めますのはフルート2年吉田真央とバリトンサックス2年中島直美です。よろしくお願いします。演奏しますレッツゴークレイジーはプリンスの自伝的映画パープルレインの中で使われた曲で、羽生結弦選手がショートプログラムで使用した曲として話題になりました。とても楽しい曲なので皆さんもクレイジーになって盛り上がりましょう。
とうございました。次は6度のグラミー賞受賞歴を誇り、現在でも日本をはじめ世界的に人気のあるファンクバンド、アースウィンド&ファイヤーのレッツグルーヴです。各楽器のソロにもご注目ください。
私の後について歌ってください。レッツグルーヴトゥナイトです。去年も歌ったんですけど、またやります。こちらの目標は音楽による世界平和なので、この曲は外せません。お聴きください。No nuclear power plant too.
ミル・ジャクソンやプリンスにも影響を与えたファンクの帝王ジェームス・ブラウンのヒット曲を2曲続けて演奏します。 JB ことジェームス・ブラウンを崇拝する上田先生が JB になりきって熱唱します。すいません、そんなに歌いたいのかと言われそうですけども、歌いたいんですよ。でも今日は特別によく働かされてますね、はい、頑張ります。 I wanna get a new mountain! I wanna get a new mountain! Move it! Move it! さあ、お分かりのように私が何と言ってもイエイと言っていただければ OK です。 I wanna get a new mountain! Move it!23回で23回いきます。これだときっと間違うぞ。
生きているというような言葉がぴったりのとてもかっこいい曲です。
ライブに来た感覚で楽しんで聴いてください。
次の曲はラッピーサンダーズグルーヴです。この曲は音楽のノリで世界を愛と平和でいっぱいにしようという曲です。この曲には簡単な振り付けがあります。皆さんもぜひ左手を上げて私たちの真似をしてみてください。まずラッピーです。Yeah.
次で最後の残念ながら次で最後の曲となってしまいました。最後の曲はランナウェイベイビーです。
といえば、恐竜。福井県では恐竜の化石がたくさん発掘されており、アジア最大の恐竜博物館もあります。皆さんもぜひ福井県に遊びに来てください。そんな恐竜王国福井県にちなんでウォーク・ザ・ダイナソーを演奏します。私たちが考えた恐竜ダンスも出てくるので、皆さんもぜひ一緒に踊ってください。それではウォーク・ザ・ダイナソー。Thank you.
アレサ・フランクリンのヒット曲シンクです。この曲はテレビ番組などでも使用されていて有名な曲です。この曲も皆さんに参加していただきたい部分があります。サビの部分でタオルやハンカチを振り回して一緒に盛り上がりましょう。Freedom, freedom, 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 fre